ちゃん、久しぶりです。相変わらず可愛いわね。20数年間、アウトドアだけやってるから、はい、前の振り方とか、構え方とか、そういうところがやっぱりちょっと、もうアウトドアにこうカスタマイズされちゃってるから、ね、なるほど、なるほど、はい、ちょっとしたコツを覚えるだけで、全然簡単にプレイできるんで、ポール君のお母さんと同じ年の私でも、あ、本当そうですよ、本当そう、お母さん、そうなの、そうなの。では、いよいよこの屈強な2人と一緒に、実践編でございます。はい、ポールちゃんとガンチャイさんと私で、ね、じゃんけんぽい。僕はギリギリ多分避けたんですよね。見てこれだけよ。すげえ。これがインドアの怖いところ。再びフィールドの中に入ってきました。先ほどの反省を踏まえてですね、ポールさんにレクチャーを乞いたいと思います。CQB、まあ、インドア苦手ということだったんで、はい、ちょっと今日3つぐらいちょっとポイントを押さえて、うんうん、まあ、これやっとけば、まあ、その割と結構うまく立ち回れると思うんですね。うんうん、でまず一つ目が射撃する時の、はい、構え方構え方ですけど、はい、ちょっと遅いな、じゃああのカメラに向かっていつも構えてる構え方してもらうんですか。銃口を向けさせていただきます。はい、はい、ストップ。はい、で今ですね見ていただくと思うんですけども、ここから弾が出ますよね。はい、弾が出るこの部分から、うんうん、こっち側にあるものっていうのは、うん、全部、相手から見えてるんですよ。そうだね、ですよね。はい、そうすると今何が見えるかっていうと、例えばこの肘とか肘が出ちゃってます。あとは肩とかですね。はい、はい、でこれはやっぱり被弾してしまうリスクがあるので、はい、ここをなくすっていう作業を、はい、今日はちょっとやりたいなと思うんですけども、はい、ちょっとこの肘畳んでもらっていいですか。はい、このまず肘を畳むだけでほら結構もう全員投影面積が出ている。そうなんですよ。そうそうそう、これだけでだいぶ変わるんですね。で結構なんかこう構え方とかで、ね、いろいろこうクソックの位置がとかってあるんですけど、うん、みんなやっぱり多いのがこの肘、この肘を畳めない人がすごく多くて、ここに被弾した人がすごく多いんですよ。まあ打つときにこの肘を畳むっていう作業だけをしとけば、はい、結構意外と被弾リスク減らせるっていうのがあります。はい、格段の進歩。そうですね。あともう一つ言うと、ここと目と、肩が全て相手に対して一直線になってるのが一番理想なんですよ。ここに対して、まあ、こういう風にしてきたときに、はい、頭がちょっと出ちゃった、うんうん、傾いて、じゃあそれをどうしてかっていうと、少し頭立ってでちょっと顔を僕の方に向けます。顔だけで横目でサイティングしてもらっていいですか。そう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 、そうするだけで顔が立って傾きがなくなるんですよ。あ、こういうこと。そう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 、つまり、うん、あの相手というか打ちたい方向を正面に向くんじゃなくて、そうです、ちょっとこう流し目。そうです、ちょっと流し目で、これやりすぎるとこっち側の視界がなくなっちゃうんで、まあ45度ぐらいで全然いいんですけど。この発想はなかった。そう、これをすることによって、うん、あの構えた時に頭が傾かなくなるんで、おすすめです。そうか、はい、やっぱね最近ね、あの41に来る人が高いサイト高いサイト、うんうん、高いバウンド高いマウンドを求めるのはそういう意味があったんです。そうです、マウンドが高い方がこれはやりやすいですよね。なるほどね、はい、これってさ別にインドアだけじゃなくてアウトドアでも全然使えるテクニック。あ、そうですね、全然使えます。はい、うん、なので、まあ、もしかしたらあの CQB とかよく行く方とかは、うん、これちょっと試してくると、肘畳むのと顔を横に向けて構える。ちょっと練習あるのみよ、もうこれ私寝る前必ずやります。ぜひぜひ比較映像ね。はい、今まではそう、今まで、これから。そう、じゃあ2つ目はこのバリケードを使って。はい先生、そのバリケードを使って前にちょっと射撃する体勢を取ってみてください。はい、 OK、 ストップ。はい、はい、ちょっと横から見たいと思うんですけども、そのまま固定してください。はい、今こういう感じですよね。はい、で前から見るとこういう感じです。はい、どうかしら。バリケードの外側にこの銃口が出てしまって。確かに、はい、これは、実銃とかでは多分よくある構え方だと思うんですけど、うん、はいはい、エアソフトでこれやってしまうと、うん、銃の銃口もこれヒット扱いになっちゃうんですよ。あ、そうですね。なのでこのまま銃口を出して射撃した時に、うん、もしかしたらここに撃たれてしまいました、うん、でなおかつ言うと、例えばおすみさんって今向こうの情報って分かりますか。全然分かんない。分かんないです。でも向こう側に敵はここから見えるんですよ、銃口が。そうですね、そう、丸見えですね。っていうことは、うん、ここに敵がいるってバレちゃうんですよ。でしかも銃口も撃たれちゃう、はい、なので撃つときは一歩下がって、
そう、ここに最低でも拳1個ぐらい開けた状態で構える、うん、そうするとこの状態で隠れることもできるし、うん、バリあ敵がいたらこの状態でスッと出ること、そう、うん、これができるからバリケードからは最低でも離れる、銃口を、まあ、拳1個ぐらい離して構えるのが理想です。目から鱗、はい、前から見てみた、そうですね、さっきはそう、さっきは銃口をここにつけてしまったので必要以上に体が出てしまった、はい、なんですけど一歩下がってこのバリケードのこの壁際際ギリギリぐらいに銃口を合わせて射撃するとさっきより全然左目線と違うと思うんですよ。そうね、なので構え方がそんなに別にできなくても、はい、これを意識するだけで、うん、かなり左目線を減らせる。おお、で最後3つ目なんですけど、はい、さっきちょっと教えてほしいっていうのはクリアリングについて。クリアリングですね、はい、これももうちょっとポイントが1つあります、はい、よくやってしまいがちなダメだったんですけど、はい、はい、じゃあクリアリングしますって時に、はい、こういうふうにいって銃口から先に出てこのままこうやっていく人、うん、はい、これ、まあ、よく見ますよね。よく見るし私もそうする、はい、中に待っててもらっていいですか、はい、はい、僕の中見えたらバンって言ってください。行きまーす、バン、はい、バン、僕はおすみさんの姿1ミリも捉えなかったです。だけどおすみさんは僕のここが見えましたね。見えたね、はい、なので、このクリアリングはダメなクリアリングです。なんでかというと目が先行してないから目より先に体が出てしまった結果相手に撃たれてしまうっていうリスクがあるのでこれがダメなんです。どうしたらいいかっていうと目を先行させる、バン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 、もう目を成功させたからおすみさんのことを捉えることができたし、おすみさんが僕を見えた時っていうのは僕も見えた時だったんで攻防同時タイミングでバンって打てたんです。これがすごい大事ですね。その時何を意識したらいいかっていうとこの自分が隠れているバリケードのこの端っこを中心軸にして、はい、分かりやすく言うとここに銃口をこうやってつけて、はい、このままこうやって構えてます。構えたらこういうふうに回っていくんですよ。あ、そうするとこれを軸にして回ることができるので、うん、自然的に銃が先に出てないんです、うんうん、で、ただこれでつけとくと中がバッて打てない、打てないので、うん、自分がこうやって構えてるときは構えてるこの銃口を合わせてこの軸にしてこういうふうにちょっとずつ動いていくと敵がしっかり視認できるので、はい、これがカッティングバイなんですけども、カッティングバイ、はい、これをぜひやってください、はい、ちょっと場だけはしていいかなちょっとずつバン、そうそうそう、そういうことです、そういうこと、バンバンバン、それをやるだけで全然違います、バン、そう楽しい、はい、でこっちからいきます。今日は実りの多いロケでした。本当にありがとうございました、はい、私的にはすごいあのクリアリングとか、うん、構え方とか、うん、ちょっと手応えがあった。あ、よかったです。おー、よかった、本当にぜひ、うん、お家でも練習できるんでぜひ、うん、そうね、寝る前必ずやるわ、はい